はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 天国編の、続きをやっていこうと思います。プロローグ第2話が終了したところですね。じゃあそのまま次へ進んでいきましょう。プロローグはいつまで続くのっていう、青函軍事連合サイデリアル。次元の壁の向こうから現れた彼らはそう名乗り地球全土に侵攻を開始した。もう一つの地球から送り込まれる彼らの戦力は圧倒的な力を持って疲弊した地球連邦軍を何これ読めない、なんちゃらしていった漢字力ねえ。おー、ジェガンとかがいる。ダメだ、数が違いすぎる。うわやられちゃった。レフコフ同じ機械しか持ってねえ。もうダメです、交代の指示を。諦めるな、我々が引いたら誰が市民を守るんだ。しかしクソ、このままでは地球は。アンドレイがいたね。開戦2ヶ月で地球はその 75% をサイデリアルの支配下に置かれることとなった。彼らは皇帝アウストラリスの名のもと新地球公国ガイアエンパイアを作り上げ、その頂点に帝都ラースバビロンを置いた。やべえ、新しい固有名詞が出てきてわからん。ラースバビロンだっけ、なんだっけ、コスモバビロニアみてえだな。ああ、なんか勝手に進んでる。あがめよ地球人、地球広告王、そしてサイデリアル王だったかな彼らは支配地域に戦略的ターミナルベースを置き、それをレイラインと呼ばれる光の道でつないだ。その様は地球という星が光の綱で覆われたかのようであった。あ、地球じゃなくて日本は2つありますね。エリア11と日本。てかもう一つの地球は何なの。指揮系統を寸断された地球連邦軍は各国に抵抗を続けるしかなく、その命運は風前の灯火でしかなかった。これでもサイデリアルに支配されても住民の保障はどうなってんだろう。でもだいぶ破壊されてるけどね、あの絵を見る限り。だがそれでも彼らは諦めることなく、今日も自らの信じる者のため、守るべき者のため戦いを続けていた。2ヶ月って結構時間経ちましたね。スパロボでいつも不思議なのが、どれだけ月日が経ってるのかよくわからないっていうところっすよね。戦闘が続いて、ここは中華連邦絵画って読むのかわからないけど、すでに通達した通りこの町は新地球公国が支配下に置く。住民は誘導に従い一列で移動しろ。これより公国臣民に値するかのテストを行う。何、そんなのがあるのか。これに合格した者は臣民として皇帝陛下の慈悲を受けることができる。不合格だった場合はテストって何をやるの。でもそれに合格すれば広告の民になれるんだ。そうすれば命だけは。うるせえよ、そんなに奴らの犬になりたいのかよ。生き残るためだ、仕方ないだろうが。バカじゃねえかお前、合格した人間がどうなるか知ってるのか。広告の帝都ラースバビロンに連れて行かれ、そこで臣民として暮らすと聞いているが、どうだろうな。噂じゃそこに送られた奴らは二度と連絡が取れないって聞くぜ。え、その話本当なのか。さあな。だが合格しなかったらどこかに送られて地獄の強制労働って話だ。要するに奴らが来た時点で俺たちの運命は決まっちまったってわけだ。こいつ詳しいな噂に。そこ、胸口を叩くな。行く。貴様らは劣悪な地球人種なのだ。広告臣民となるチャンスを与えられるだけで幸福だと思え。何が劣悪だ、
勝手に地球に攻め込んで好き放題やってる連中がどれほど上等だってんだよ。その反抗的な態度、すでに貴様に広告新民の資格はない。よってここで処刑する。何？手荒なことはやめてください。なんだ貴様は、邪魔をする気か。これ以上無法を見逃すわけにはいきません。鈴音先生で何ができるの？無法だと？皇帝陛下こそがこの星の砲弾。よってその忠実なる兵である我々の行動こそが。うお、グダグダとうるさいんだよ侵略者が。貴様も我々に歯向かう気か。その通りだ。うわー弱いいつまでも好き放題やれると思うなよサイデリアル。ありがとう響くん。鈴音先生、潜入任務を忘れてません？ごめんなさい。でも謝ることなんてないですよ。俺も我慢の限界を超えてましたから。そろそろ頃合いだと思います。何なんだあんたたちは。今は騒がないでください。もうすぐ助けが来ます。このことを広告の奴らにバレないように町の人たちに知らせてください。助けが来る。あんたたちは一体？俺たちは地球連邦軍外部独立部隊 Z ブルー、あなたたちの救出に来ました。 Z ブルー、 Z ブルーってどれだけ認知度があるんだっけ。あ、第1話になった。新地球広告。あ、光の道がありますね。なんかなんとかラインって言ってたけどもう忘れちゃった。何事だ。報告します。レジスタンス工作員がこの町に潜入した模様です。我々を混乱させその隙に住民たちを逃がすつもりか。治安維持部隊を出せ。この町の住民は潜在的な反乱分子として始末する。あ、また新しい機体だ。コウモリ野郎が出てきたぞ。こいつレジスタンスか。どうするのさ。こっちの装備じゃ機動兵器の相手は無理よ。心配は不要だ。君たちは市民の避難誘導に専念してくれ。鈴音先生、状況はどうなってます。カリーニン少佐からの報告では新地球広告は歩兵部隊を引き上げさせ、あとは機動兵器に任せるようよ。町の住民を皆殺しにする気か。彼らの相手は私たちでやりましょう響くん。了解。来いジェニオン。どこからでも呼べるのは便利ですよね。久々に見たなこのシーン。なんだあの機体どこから現れた。この星の次元力制御は2階レベルだと聞いていたのに。響くん、ジェニオンの各システムに問題はないわ。呼吸も満足に受けられない中、AG もよくやってくれる。敵無人機の部隊は私たちをターゲットと認め接近中よ。こちらがデイモンの相手をしている間に住民の避難を頼むとカリーニン少佐に伝えてください。分かったわ。この後のこともあります。可能な限り速やかに奴らを叩きます。3ターン以内に敵を全滅。 OK。 もう集中1回しか使えないのか。そうするととりあえず攻め打って攻撃をしていきましょう。治安維持用の機体で勝てると思うなよ。一人たりとも町の人たちをやらせるものか。もちろんガンガン反撃をしていきましょう。 22%、 まあ大丈夫かな。一発で倒せないっていうところがちょっとあれですけど、まあ、SR ポイントもできるだけ取ってはいきたい感じがしますけどね。ただ1周目だとなかなか難しいところもあったりするんで、特にターン制限がかかると機体性能がどうしても追いつかない時があるんで、一応反撃のできる位置で、アクセルレールを1から2か。ここの P 兵器が狙えるな。あ、こういう時って減ってないやつを倒すのが良かった気がするけど、まあいいや。また次のターンもあるし。これでおしまいだ。
エネルギーがだいぶ減ってんな。てかディーフォルト使うとエネルギー使うからな。オッケー、ボーナス1万円。第一段階はクリアか。油断しないで響くん、増援が来るわ。お、なんか変な城みたいなのが出てきた。地球製の無人機動部隊を、周辺の駐屯部隊を動かしたか。大丈夫よ、こちらも到着したわ。おお、いっぱいいる。あれは何？左上のやつ。無事か響き。見ての通りだ、心配はいらない。よくやった神城、本体に合流しろ。了解。現地に潜入して現地に潜入しての敵の格段はあいつの独断場だな。響きが敵の目を引きつけている間にこちらも町に接近することができた。各地のレジスタンスを指揮していたカリーニン少佐から住民の避難も完了したとの報告も来ている。広告の相手は俺たちがする。レジスタンス部隊は住民たちの護衛を。了解、協力に感謝する。頼んだよ Z ブルー、町の人たちのことは俺たちに任せてくれ。こっちレジスタンスの機体だったのか。あとはあの操り人形を片付けるだけだ。お疲れさん響き、俺とボロットがフォローするぜ。助かるボス。許せ合い、全てはスズレ先生のためだっての。てか合体じゃなくて合流しなくていいんだけど。あの野郎、戦闘が終わったら覚えてろよ。そのためにも絶対に勝つぞ響き。ああ、敵部隊は地球製の兵器をオートで使用しているか。サイデリアルのいつもの戦術ですね。さっき油断はするなよ。こちらの戦力を見て増援が送り込まれるかもしれん。さっきは速やかに敵部隊を叩き、このエリアを移動する。離脱する。間違える。教えてやるぞサイデリアル、この地球にはお前たちに屈しないものがいくらでもいるってことをな。ただ敵のターンでしょ。お、大モードになった。もう第1話から機体がいっぱいっすね。アムロリガズイに乗ってた、もしや。わあ、リガズイだ。ハサウェイはジガンだし。これはエマですね。じゃあまた例によって戦艦を動かして、敵機本艦に接近。連絡は取れなくとも Z ブルーは各地で戦っている。我々も続くぞ。新地球広告の連中に一泡吹かせてやるんだ。地球人をなめるなよ。センターじゃなくてワイルドがいい。広告は市民をさらい、一体何をやっているんだ。待っていろランカ、俺は必ずお前を探し出すぞ。お、ランカちゃん行方不明。スカル正体がちょっといますね。普通にさっきいなかった気がするんだけど。地球の兵器を奪って自分たちの戦力にするとはな、省エネな連中だよ。相手は無人機だ、情報も得られないなら遠慮する必要はないぞミシェル。了解だ、片っ端から仕留めてやる。よし、こいつビームコンフューズが使えたかな。あれ気力が足りない。まあビームサーベルでいいかな。お、バイアランカスタム乗ってんじゃん。こんな局地戦を繰り返していてはじわじわと追い詰められるだけなのに。焦ってはダメカミーユ、目の前のことに集中できなければ生き残れないわ。君の言う通りだ、今はこの戦いに全力を尽くす。ほう、手を貸してくれ。分かったわカミーユ。もうレベル5あるし、初っ端から。あ、リビーマーセナスはちょっとやる気ねえしな。あれ、リゼルになってるもしや。オードリー、君はどこにいるんだ。リディ少尉と連絡が取れない今、もう会うことはできないのか。集中しろバナージー、敵は目の前にいるんだぞ。分かっています、俺だってこんなところで死ぬ気はありません。リディ少尉じゃなかった、カツだった。
そうか、リリー少尉は大統領の元へ行ったのかな、ちょっとわかんないですけど、音信不通みたいですね。無人機とはいえそれなりの数がいる。ファン、状況によっては他のチームのサポートに。了解です。エマ注意も気をつけて。リガジーが地球のあれどうなの、陸 A、 陸 A じゃなくて空 A、 大丈夫だ。なんかたまに空 B とかになってるからな、作品によっては。今の状況ではニューガンダムが俺の元に来るのは絶望的か。アムノさん大丈夫だ、ハサウェイ、それより無茶はするなよ。ブライトからお前のことを頼まれているからな。は、はい、フォローを頼む。リガジーでやれるところまでやるだけだ。てかハサウェイ、クスビーガンダムとか出ないのかね今回。最高齢いつまで経ってもジェガンだかな。マフィティのネタはちょっと欲しいっちゃ欲しいっすけどね。ぶちかませて響き、こいつらを放っておいたら日本にまで攻め込んできやがる。ああ、ここで徹底的に叩いて奴らの進軍を止めるぞ。いいガッツだぜ、このブス様のパートナーに相応しい奴だ。お前がパートナーにしたいのは鈴音先生だろうが。あら、バレてた。待ってろよボス、その話はこいつらを片付けてからだ。いや、やばいですよボス、その手の冗談は響きには通じないって言ってるのに。バカ野郎、俺は響きを発奮させるためにあえて悪役をやってんだ。そういえばあいつ最近考え込んでることが多かったですね。とかなんとか言って半分本気で鈴音先生にちょっかい出そうと思ってるくせに。ま、それは結果論ってことで。ごちゃごちゃ言ってるな、やるぞボス。おう、悪党退治していくぜ。うん、なかなかいい感じですねボスは。ボスドロップだからな、所詮は。ルカ、カリーニ少佐から送られてきたデータの照合は完了しました。残念ながらシェリルさんもランカさんも発見できませんでした。そうか、どこにいるシェリル、ランカ、まさかサイデリアルに捕まっているのか。あれ、レベルいくつこいつら。レベル13とか、いきなり結構高いんだけど。まずいな、こちらの想定以上に広告の進行速度が上がっている。このままじゃ奴らの支配エリアが60じゃねえや 80% を超えるのも時間の問題かもね。だいぶ侵略されてんな。槍をフライデー、パワーレベル最大。了解。届くか。お、届いた。やるぞ宗介、さっさと片付けて愛しの要がいる日本に帰るぜ。千鳥の護衛は俺の任務だ、余計なことは言うな。軍曹、余計なこととは任務遂行に対しての不必要なスピードアップの要求でしょうか。お前も黙れ、裏口を叩いてる暇があったら目の前の敵を叩くぞ。了解。軍曹の士気が高いことは理解しました。日本の近くまで新地球公国が迫っているのか。このままじゃいつか日本も。そうはさせるかよ、ここで奴らを倒してこれ以上は進ませない。まああとは反撃で。反撃できねえしこいつ。もう省エネへ行きましょう。こっちもサクサクと。1話から敵多いな。ハサウェイ大丈夫か。いつの間にか死んでたなんてことにならないだろうな。あ、脱力しかない。
メインメガリスト。残ったユーラシア大陸のほぼ全土が新地球公国の支配下に置かれた今、ここでの勝利は些細なことかもしれない。だが奴らに見せてやらねばならない。この地球に戦う意志を持つ者がまだいることを。戦闘今のところ2機だけか。あーこいつはあれだね、全体攻撃的なやつが。あれハイメガランチャー、こいつはそうだ P 兵器でオール攻撃だったな。倒せない。でアムロも、アサルトマニューバーってそうだよな、陸 B だよな。え倒せなかった331とか残ってるし。クリムゾンウィッチ、ザクをガンガン倒していきましょう。ユニコーン、カットかなんか機体がなしょぼいからな。あとはこの戦艦みたいなやつだけか。うん、誰だ、終了。全然戦艦でもなんでもねえし。オッケー、リペアキー片付いたか。ざっとこんなもんだぜ。そうも言ってられないよ、まだ何か来る。まだ来る。敵戦艦戦闘レンジに侵入、仕掛けてくるか。待て、これはあのサイデリアル艦から各機に向けて通信が入っています。俺の名はダマラーン・タウわかりづらい。ストラウス総司令の片腕たる将軍だ。将軍なんだ。ストラウス、新地球公国全軍の司令か。その側近とは大物のご登場かよ。ここで我々を潰す気か。ゼットブル、お前たちの戦いは見せてもらった。だが所詮無駄な抵抗だ。お前たちでは我々にはストラウス総司令には勝てん。わざわざ挑発に来たか。だったら肌で俺たちの力を感じてみるんだな。待てお前ら。ダバラン将軍、確かに今の我々の戦力では戦いを挑んでも犬死にとなるだろう。だが覚えておくがいい、我々は必ずお前たちを倒しこの星を解放する。各機交代しろ。目的を果たした以上長居は無用だ。じゃあね、ゼットブルーか。少しはあの方を楽しませてくれることを願うぞ。お疲れ様です皆さん。大佐殿、ご用が終わりでしたらこちらからお伺いしましたのに。構いません、トゥアハーデーダナンが情報収集に出向いている今、私はクォーター付きの作戦参謀ですから。そして機動部隊の皆さんにお知らせしたいことがありましたから。何かサイデリアルの連中のことで分かったことがあるのか。ええ、話はあのレイラインについてです。あ、レイラインそうだそうだ、あの光の道か。新地球国ができたのと同時に各地に設置されているらしいが、あれは地球外のテクノロジーによる何かしらのエネルギーの流れと推測されます。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、あれに触れることで機体のエネルギーが補充される現象も確認されています。そうなの？マイクロウェーブで電力を送るようなシステムだと思ったが、それとは別物だろうな。
まだ確定とは言えませんが、あれはどうやら次元力が流れる台ではないかと考えています。次元力、サイデリアルはどこからそれを得ているんだ。まさか。はい、おそらくサイデリアルは地球の次元力を地脈に沿って抽出しているものと思われます。インサラームのゾーンと同じようなシステムか。ちょっと待てよ、それじゃあインサラームはゾーンの暴走により次元力を過剰に引き出し星自体が死んだ。その事例からもレイラインを放置していたはいつかはインサラームと同様の事態に陥る可能性があります。地球が滅ぶ。待ってください、そんなことになったら新地球公国だって無事じゃ済まないのに。ここは奴らの母星ではない。どういう意味だ神ユ。この2ヶ月間の戦いで得た情報からもサイデリアルが異星の種族間による軍事連合であることはほぼ間違いないだろう。もし彼らが地球の次元力を手に入れるために進行してきたのだとしたら、次元力を吸い尽くした後にはただ去っていくだけでしょう。俺たちの星が奴らの食い物にされる。許しがたいな。サイデリアルはもう一つの地球を前線基地としてこちらの地球に進行してきました。もう一つの地球、いわゆる緑の星。同じ地球である以上、向こうの地球にもサイデリアルはレイラインを建設しているでしょう。青の地球と緑の地球、2つの地球を手に入れ、その次元力を我が物とする気か。テスタロッサ大佐、地球はいつまで持つんです。わかりません。もしかすると広告はレイラインを完全に制御して地球の崩壊は起きないかもしれません。ですが彼らが地球の次元力を何のために引き出しているかわからない以上、今後のことは予想できません。だったら一刻も早く奴らを叩くまでだ。ああ、奴らの支配下に置かれた住民たちの行方も追わなきゃならない。大佐殿、各地から集められている市民たちについて何か情報はありませんか。残念ですが、めぼしいものは。ですが、新地球公国さえ打倒すれば全ては解決します。狙うは、帝都ラースバビロンか。レイラインが次元力を集めるシステムである以上、全てのラインはラースバビロンに向かっているでしょう。ではレイラインをたどっていけば敵の本拠地にたどり着けるんですね。だが今の戦力では死にに行くようなものだ。アムの大尉のニューガンダムや俺の YF-29 のようにこの2ヶ月の戦いで紛失したり大きなダメージを負ったりした機体もある。紛失ってなんだよ、紛失ってなくしちゃったのみたいな。それでも他の地域で戦っているみんなが集まれば。だが現状では各地の戦いで精一杯だ。下手にジェットブルーが集結すればその戦線に大きな穴が開くことになる。だからってこんな状況が続いたら。言われなくたってそんなことは分かっている。そこまでにしましょう。鈴音先生、みんな疲れてるのよ。あの町に住んでいる人たちを救出するのにこの1週間随分と無理をしたから、まずは休息を取りましょう。倒れてしまったら敵の本拠地に攻めることも平和を取り戻すこともできないんだから。鈴音先生の言う通りです。皆さん改めてお疲れ様でした。一度日本へ帰りましょう。そこで今後の対策を練り直します。了解です。久しぶりに学校に行けるか。そうだな、学校とかまだやってんのだって80% くらい支配されてんでしょ。もうすぐみんなも3年生になるのね。補習を受ければの話ですが。大丈夫よ、私の方でもボランティア部の活動についてのレポートを提出するから。うん。地球、俺たちの世界、この先どうなるんだ。学校なんてやってる場合じゃないだろう、人がさらわれてんのに。第二次ラインまで撤退と。インターミッションで D トレーダー使用可能になりました。よし、これで機体が鍛えられる。長き戦いの始まり。商品開放条件、タクティカルコンボゲージマックス達成、 D トレーダー D エクストラクター S 発売。はあはあはあ、オートディフェンサー。よーし、とりあえずDトレーダー見ましょう。 Z クリスタルって何。あー、そっかそっか、こんなのあったね。そういえば忘れてた。あとは購入。 Dトレーダー、お疲れ様です。しびきさん、ジュニオの調子はどうです。大きな問題はない、ありがとな。 AG、 しびきさん、もしかして弱ってます。俺がか。ええ、響さんが私にそんなことを言うなんてめったにないことですから。お前の方こそ大丈夫なのか。まだ、DEM コーポレーションとは連絡がつかないんだろう。そういや、このコーポレーションどこにあんだ。時の牢獄が破壊され次元境界線が揺らげば平行世界の連絡が取れると思ったんですが、
ジェニオンがスフィアを奪ったことを上層部が知れば、私は社長賞だってもらえるでしょうに。あ、その時はパイロットの響さんと鈴音先生にも賞金でドーンとおごりますから。安心してよ、お前が平常運転で。なんです今度はニヤニヤして微笑んだつもりだったんだかな。でもいい傾向ですよ。地球がピンチの時にこんなことを言うのもあれですが、ガドライトを倒してからの響さんは前よりずっと人間らしいです。ってロボットの私の言うセリフじゃありませんけどね。ある人たちに言われたんだ、少し肩の力を抜けってな。なるほど、それがダッツムッツリの理由なのですね。ダッツムッツリいいな、それ。お、意外な食いつき。感謝するぞエイジー、一つ目標ができた。イメチェンをされるのでしたら髪の毛を切るのをおすすめしますが、その提案は却下だ。だがそれさえできれば俺は。では新たな目標に向けて景気よくいきましょう。今日も張り切って商売商売。結局最後はそれか。あ、今日からこの2ヶ月間で仕入れた新たなパーツを D トレーダーで販売します。ついでに Z クリスタルも稼働を開始します。 Z クリスタル、 D トレーダーの新しいメニューです。 Z チップを支払うことで部隊全体に効果を及ぼす特典を得ることができます。簡単に言えば、お布施を払ってご利益があるようなものです。いちいち釈然としない説明だな。何を言ってるんですビキさん。 Z クリスタルは私の次元商売魂の結晶であり、未来への希望の象徴なのですよ。わかったわかった、あとでじっくり見せてもらうよ。また D トレーダーでは敵を80機以上撃墜してエースになられた方のお祝いも引き続き行いますので、皆様頑張ってください。80機かエースは。うん、 D エクストラクター S 欲しいなこれ。130で、ダメージ 1.2 倍と、というところで、とりあえず第1話もういきなり長くなっちゃいましたけど、期待もいっぱいっすね。とりあえずジェニオンを中々的に鍛えていきましょう。とりあえず主人公機鍛えとけばなんとかなるっていうスパロボの傾向があるんで、ではとりあえず第1話ですね、今回はこれで終了したいと思います。